筋肉魔人ラシュリー、セオリーの王座挑戦権行使をぶち壊し、ウェッロー大会7日、日本時間9日、配信米ペンシルベニア州、ウィルクスバリ、モーガンサンアリーナアット KC プラザ。筋肉魔人ーラシュリーが、オースティンセオリーを襲撃し、キャッシュイン王座挑戦権利行使失敗に追い込んだ。 WWE10 周年となる USAB q 王者セスフリーキンロリンズから広く挑戦者を募集するオープンチャレンジが宣言されると会場ビジョンに全王者ラシュリーが姿を見せ俺が US 王座を保持してないのはブロックレスなーとロリンズが理由だと王座挑戦を表明会場に現れたらシュリーはゴング前からロリンズを襲撃した レフェリーやスタッフに制止されたが、王座戦のゴングが鳴らないままで、ロリンズを解説席に叩きつけて破壊した。ラシュリーが花道を戻っていると、今年7月のマネーイン・ザ・バンクの男子ラダー戦を制覇し、王座朝戦検証入りブリーフケースを保持するオースティン・セオリーが入場。大ダメージを負ったロリンズの状態を確認し、ブリーフケースをレフェリーに渡して、キャッシュイン。 ロリンズに得意の A タウンダウン、変形フェイスバスターを叩き込み、フォールに入ろうとしたところで、再びラシュリーが姿を見せて阻止。さらに、セオリーに対して、ポスト攻撃からハードロック、歯がいじめでスタミナを削った。なんとか場外カウントを回避し、かろうじてリングに戻ったセオリーだったが、ロリンズの必殺カーブストンプ、頭部踏みつけの餌食となって、フォール負け。 キャッシュインによる大座ダッシュに失敗していた。